子供の頃こんな話を聞いた。この森の遥か北、海の彼方にはヨトゥンヘイムという国がある。そこに住むのは神々ですら恐れるという怪物、巨人族。そんな話が信じられるか。伝説だ。そう思っていた。今日までは。どうした？のろしだ。村で何かあったみてえだぞ。何？襲撃かもしれねえ。まさか強戦士か。だとしたら厄介なことになるぞ。村に戻ろう。信じられねえ。俺は夢を見てるに違えねえぞ。夢だと思いたいが現実だ。こりゃとんでもねえことだぞ。ありゃ一体何なんだ。巨人族だ。伝説じゃなかったのか。神々ですら巨人を恐れるって話だ。これほどの怪物とは。だが、勇士の証を立てる時だ。こんな強敵はそういないぞ。バカ言うな。あの大きさ見てみろよ。クマだってあれに比べりゃ子猫みたいなもんだ。勝てっこねえ。だが戦わねば皆殺しにされる。逃げりゃいい。逃げりゃ何か助かるってもんだろう。奴らは追ってくるぞ。俺たちは逃げられても子供と老人は逃げられん。だけど勇者だけが死後バルハラへ行ける。臆病者は冥界ニブルヘイムへ行くしかない。だけども相手は巨人なんだぞ。真の戦士は逃げたりしない。立ち向かうのさ。どれほど敵が強かろうと覚悟を決めろ。あっ、くそ、やるしかねえかよ。アスガルドの神々様よ、どうか祝福を。俺っちの魂をバルハラに導きたまえ。なやら、戦士たちよ、武器を取れ。雄たけびを上げろ。邪悪な巨人を蹴散らし、オーディンに勝利を捧げるのだ。オーディンのために。オーディンのために。兄様、あの人間は戦うつもりです。無謀な。おそらく全滅でしょう。見殺しにはできぬ。加勢する。それこそ無謀です。相手は巨人。私たちでも勝てるかどうか。あの人間、ここで死すべきではない。しばしミズガルドにとどまってもらう。ですが我々だけでも巨人に勝てる。だが人間と力を合わせれば、あるいは行くぞ。巨人族が動いたか。軍勢を派遣してミズガルドから巨人族を駆逐しましょう。
ならぬ。ですが、このままだと人間たちに大きな被害が出ます。人間は神々にとって唯一の味方、救わねばなりませんぞ。許さぬ。軍勢がダメなら俺様一人で行こう。このミョルニルハンマーがあれば巨人族など。私も行こう。おお、雷神と武神が動かれるか。トール殿とテュール殿はアスガルド一の戦士。巨人と互角に戦えるのはお二人以外にはおらぬでしょう。巨人どもを粉砕してくれる。我らにお任せを。許さぬ。なぜです？これは予兆に過ぎぬのだ。時は来たれり。まさかラグナロク。巨人族との最終戦争が迫っていると。そうだ。なんということ。ついに始まるのですね。急ぎアスガルドの守りを固めるのだ。私は行きます。何？人間を見捨てるなど。若きフレイよ、アスガルドが陥落すれば世界は終わる。神々の力を結集し決戦に備えねばならぬ。分かっております。一度の勝利で巨人族を侮るでない。我々は1万年もの間軍勢を集め戦いに備えてきた。だがそれでも巨人族に勝てる保証はないのだ。私も兄様と共に行きます。愚かな。お許しください。勝手にするがよい。奴らはまた来るだろうな。今度攻められたらとても持ちこたえられねえ。村人を南に逃がそう。巨人族は北からやってくる。南の砦に避難して守りを固めるんだ。そいつは名案だ。すぐに出発の準備をしなければな。俺たちは残る。な、どうして。近くの村に警告に行く。もはや森の民同士で争っている時じゃない。全員を南に逃がさねば。そりゃそうだけども、俺たちが行くんか。勝手にするがよい。すまぬ妹よ。フレイヤは
いつも兄様のおそばにおります。危険な選択をしたな。巨人族は強い、容易な相手ではないぞ。分かっております。お前は我が弟子にしてアスガルドで2番目の剣士、そのお前ですら巨人族に勝てるかどうかは分からない。そうであっても決意は揺るぎません。そうか、お許しを。構わん。巨人族の大攻勢が始まる。もはや世界に安全な場所はないのだ。私はアスガルドで戦に備える。最終決戦のためにご分を祈っております。ミズガルドへも巨人族の攻撃が始まるだろう。巨人族は大軍、人間はひとたまりもあるまい。だがお前が人間を導くならば、あるいはよいか、守りに徹せよ。巨人族の攻撃をしのぐのだ。しのいでしのいでしのぎ抜け。神々が巨人を滅ぼすその日まで生き抜くのだ。はい。さらばだ、弟子。フレイヤはいつも兄様と共に。待ってぞ、巨戦士だ。取り囲む気だ。だから嫌だったんだ。強制士の領地に入るなんて正気がねえよ。強制士の長レギギラ、ベルズンの一族のシゲマンだよ。その命をもらおうか。殺すつもりだ。こんなところでベルズングの王を仕留められるとはな。ついてるな。待ってくれ。強戦士に慈悲があるとでも思っているのか。そんな、強戦士の怒りに触れるほどの不幸はないという。だが俺たちは幸運だ。随分な度胸だな。強戦士が怖くはないのか。もっと恐ろしいものを見た。何？神々すら身震いする邪悪な怪物、巨人族だ。なあ何を言い出すかと思えば、でたらめを並べて命を拾おうというのか。無駄なあがきだ。もはや森の民同士で争っている場合ではなくなった。まだ言うか。やべえぞ。お、おい、あれは何だ。巨人族だ。本当に巨人族が攻めてきたかと。北の方角から進軍してくるようだ。レギンよ、お前の村が危ないぞ。バカな。強戦士の怒りに触れるのは不幸だと。だが幸運にも暇は仲間だ。北米を風に吹かれやがったか。いいえ、これほどの相手は初めてだぜ。お前ら強戦士の力を見せてやれ。神々のために。
強戦士、天界にまで轟くその勇猛、今こそ見せてもらおう。